ハートバトンリレー、毎週素敵なゲストからのハートバトンリレー、担当は、ワルイチボーカルシュンです。あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナー、毎回どこへつながるかわからないバトンリレー、楽しみです。イエイエイ。いやあの、はい、やっとタイトルコールがよかったね。今日100点満点でございます。やったぜね。さてさて、はい、そんな今週のハートバトンリレー受け取っていただいたのは、バーン、あ、はじめまして、シンガーソングライターの桃塚会長です。イエイエイ。あの会長って、あ、音だけで聞いてるとわからないと思うんですが、どういう字書くの、会長さんって。あーっと、日本語が生徒会長、生徒会長みたいに聞こえるのですが、ね、日本語が怪しいんだな僕これね。妖怪の会に鳥、怪しい鳥だね。怪しい鳥、怪しい鳥なんですか。そうです。はい、そうです。桃塚怪しい鳥さんなんですか。はい。どの辺が怪しいんですか。いや、あの普通、いや、どの辺ですか。あ、大丈夫です。あの、まあ、怪しい感じ伝わってきました。私、わからないです。すいませんね。シンガーソングライターさん。そうです。どんな音楽やられてるんですか。笑ってもらえる感じのコミックソングを一応書いています。おお。写真すごかったもんね、ご紹介の時。なんかあの、ね、あれは半裸。プロレス、ジャイアント馬場と同じスタイルですね。ああ、そういうコンセプトなんだ。そうですね。え、基本ライブをやられるとき衣装は、あ、裸ですね。パンツだけです。大変な人が来ましたよ。それは見に行っていただかないとね。そうですね。ぜひお願いします。落書きできたりするの。落書きは、落書きってか、こう、なんかその場所の名前とか書いていいのかな。クリスタルレインボークラブ。今日もそういう形の方がいいかなとか思ったんですけど、キャンパスのように、ダメなんですか。あのサインしたい人はライブに行ってね。服は着てなきゃいけないらしいんですよね、ここは。厳しいですね。いや、大変厳しいですよ。普通だから服を着なきゃいけないなんてとんでもない。黒字になるとかそういうことではないですけど、ね、あかんあかん。パッツを出している大味出てるつまみ出します。まあなんかあの上品に行きたいですね。上品なバブ、クリスタルレインボークラブ。そうですよ。アーティストたちの付き合いでございますから。ああ、なんか怖いですね。なんか大魔神だったりね。大神とおっしゃる。大神さん。そうですね。ね、すごく個性的なね。ですね。今日はギターを携えていらっしゃるんですが、そうやっちゃっていいですかね。ぜひぜひ。じゃダメ。私の書いた曲を聴いてください。ぜひぜひ。歌ってくださるんですね。これです。まあ、いいよ。そのままやっちゃうと結構拾います。あ、ソリ。じゃあ私の書いた曲で、優しくしてねという曲を聴いてください。優しくしてね。三角締めは僕がしまってく、しまってく。優しくしてね。僕が曲がってく、曲がってく。
シュ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 ですかね。もう今年もすぐ終わりますが、今年1シュールでしたよ。ああ、よかった。すごい。でもなんかさ、聞き覚えがある感じがする。子供の時の頭の中ってこんな感じじゃない？なんかそうなんですか、うん、そんな子供だったんですか。そんな気がする。ぐるぐるしてる感じ。なんかあ、実は3番歌わなかったですけど、うん、ジャイアントスイング、僕が回ってるっていう歌詞、なんか意外と共通点が私と共通点がなんかやったテレパシーがなんかあれ、いやいや届いてましたね。怖い怖いっていうか、めっちゃ笑顔だけど嬉しいみたいな。もうね、やっぱりそうかもね。じゃあどっかで一緒だったかもね、前世とか。私に、うん、会ったことある？どっかで。いや、わからないです。ない。ああ、すごい独特な世界観だわ。すごいですね。もう。ね、あ、嬉しいですね。ねえ。あの、笑っていい感じですよね。あ、一応もちろんですよ。ですよね。笑ってもらえないと。笑ってもらえないとの感じなんですか。ちょっとまあコミックソングですからね。まあそうですね。そうなんですよ。なんか感動したわとかそういうことで。いい曲だ。そういうことではないですね。そういうことではないよね。確かにそういうことではないよね。笑いもいろんな部分があると思うんですけども、うんうんうん、なんか私桃坂会長のなんかそういうなんか雰囲気が伝わるといいこと。いや、もう、ね、もう伝わりましたよ。それはそれは。おいや。嬉しいです。いや。おいや。やべえやべえぜ、これどうすんだ。どういう時にこういう曲ができるの？それなんか私も時々自分で説明しながら分からなくなってて、何言ってた俺みたいな。分からないですね。分かる範囲でいいの？分からないですね。なんか、うん、なんか一言難しい、みたいな、なんか、なんか感じで。なんか一言、なんか一言、しゅうさんも書いてて、なんか一言、もうこれいけんじゃねえか、なんか。いや、そうですよね。そうですよね、言葉に引っ張られるっていうか。あー、まあ、わかりますね、それは。そういうことですよね。昔からこういうあの感じの音楽性だったの？いや、あの、初めは、バンド、うん、あ、バンドやってたの？バンドに誘われて入って、はい、ベースだったんですけど。え、あ、ベーシスト。ベースです、エレキベース。歌ってはいなかったんですか。歌ってないですね。なんか私は小判ザメのようにくっついていけば楽しいことになるかなと思って、はあ、なんか安い考えでいたんですけど、はい、あのその人たちはさっさと辞めていき、なんか私もバンドをいろいろ試したんですけど、なんか面白くねえぞと思いつつやっていて、なんかやっているのが面白くないと嫌になってきて、なんか文句ばっかり言うようになるんですよね、あれは。はあ、私の場合ですかね。なるほどね。今歌ってんのかと思った。だってこれ先生難しいですよね。さま面白かったかどうかなだけですけど ね。なんか面白いのがいいですよね、音楽なんだからね。なんか本当のことをなんか吐き違え、あんまり人のことを文句言うのもなんだけど、つまんないやつばっかりですよね。うん、そうか。なんかそう思って一人になったんですね。気がついたら、うん、あの友達も減っているっていう。せっかくそれぼっちになっちゃったっていう。そうですね。基本的にソロでやられてるんですか。今バンドでやられることはあんまりないんですか。ほぼないですね。たまに手伝ってもらうことはちらっとありますけど。サポートメンバーみたいな感じで。そうですね。さっきの曲にドラムとかってつくんですか。どうなるんだろう。 CD 発売はしていて、ほう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 、さっき書けてもらおうが、はい、あの録音物はあるんですけど、さっきの曲は、はい、一応ドラムとベースは入ってる。へー。ソフトレスラーズというバンドを活動していたんですけど、それが止まってしまいました。はい、悲しいな、言い方。止まってしまいました。私のなんかあのちょっと欲望がそれって一人で。はい、結構ライブ活動たくさんされてるんですか。月に5本とかいっぱいやってますね。はい、
三軒茶屋ヘブンズドアが主な活動場所になったりです。そんな、ね、の三軒茶屋ヘブンズドアで、そうですね、ライブがあるそうで、来月私の企画があります。あ、あ、しのさん、あ、しのさん告知しときますか。あ、はい、11月26日土曜日になります。来月の11月26日土曜日、三軒茶屋ヘブンズドアで私のライブ企画会長ミュージック祭りを開催したいと思いますので、あの、もし気になってぜひいらしていただけると大変私助かります。切実いや、助かりますよね、お客さんがいらっしゃるとね。そうですね、はい、そうですね。それ、他の桃塚さん以外のバンドの方っていうのはどういう音楽をやられてる人たちが集まるんですか。パンク系、はははは、なんかやっぱりちょっとこの人たち一体何なの、そういう人たちが私どちらかというと好みなんですけどははそういう方たちを集めております。イレーサーズ・アローン・エドウッズ・ブラジル UFO ・ティーン・エイジ・スラング・セッションという対バン5組、私も出ますけど5組で やる予定なのでぜひぜひいらしていただきたいです。これ詳しくは会長さんのホームページとかツイッターとかやってます。ツイッターはやってるんですけど、あ、本当にホームページなんかちゃんとしたのないですね、うん、じゃあ会長さんの桃塚会長さん、はい、検索していただくとね、そちらでも桃塚怪しい鳥で会長さん、はい、なんかあの検索してぜひぜひぜひ、はい、ご覧になってください。します、はい、はい、楽しゅうございました。楽しゅうございました。この会長さんからつながるバトンはどこへ行くんだろう。気になりますね、うん、あ、来週のゲストは、はい、ティーンエイジ、あ、私の会長ミュージック祭りに出るティーンエイジスラングセッションのギターボーカルのジン君というのを、はい、おー、来週の私のバトンタッチしたいと思っております。楽しみでジン君、来週よろしくお願いいたします。盛り上げていかないとね。これなんかもう、はい、ね、はい、そうですね、すいませんが、ちょっとこの番組クリスタルレインボークラブさん頑張ります。ちょっとお願いします。かしこまりました。一つ来週あれ頑張ります。お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。以上ですね。はい、はい、はい、それでは、今週の、ハートバトルリレー受け取っていただいたのは桃塚会長さんでした。また来週。あ、ありがとうございました。